静かなる防衛の時間です。今、着陸地に偵察機ファントムがいます。これは情報収集。の任務に就くためのファントム機体です。RF4、 2名、2人乗り、2名での任務活動が行われます。今、浅間山が噴火したことで、その情報収集でファントムが飛んでいます。8月7日のことなんですがね。で、いち早く災害の情報をキャッチする。それにより、政府の対応が変わってくる。地震の時も一緒です。情報収集でかなりの戦闘機が飛んでいます。ヘリコプターも飛んでいるんですが、やはり細かく情報を収集するには空が一番でしょう。災害時、空が一番何もなく自由にどこでも向かうことができます。通行止めなどもないですからね。それと、そんな時はスクランブル多くなります。周辺国が領空内に頻繁に入ってきます。それにも対応しなくてはいけません。で、ファントムですが、今現在もう偵察機任務としてあるのみで、ファントムが実際に戦闘する任務に就くことはない。訓練はありますけど、現在ファントムを見れるのはそう多くはありません。しかし、ファントムしかし、かっこいいと考えます。旧式でもやはりかっこいいものはかっこいい。昔かっこいいで言えばトムキャットがかっこよかったんですが、今では、ファントムの方がかっこいいと考えるようになりました。性能はやはり昔のもので、今現在 F35 に比べると数段
悪いです。がしかしファントムにしかできないこともあり、やはりアナログの戦闘機の最終形態と言うでしょう。まあ F-15 もありますけど、これらはもう旧式の戦闘機となりつつあります。まあ、F-15 は世界的にヒット商品となっていますが、ファントムの方はそこまで購入したというほどではありません。今後 F-35 がこれに匹敵すると考えられますが、やはり時代は進化していきます。進化すれば維持費も上がってきます。それだけ高度な戦闘機になっていくんでしょう。ファントムですが、やはり災害時にはよく役に立つ。やはりこれですね。情報収集の量が違います。上空から写真を撮り、情報収集、街がどうなっているかの状態まで分かります。それにはやっぱり目視で飛ぶしかないんですよね。今だったら、まあ無人偵察機など考えられますが、ドローンも今後情報収集に役立つものと思われます。自動情報収集ドローンみたいな感じですかね。そんなものも出てくるかもしれません。ファントムが今でも飛んでるということをお伝えしました。今日のご視聴ありがとうございました。